こんばんは。ネックレスだけ出しとく。今日はうさぎコーデだったんですよ。もう着替えました。ちょっとご飯を食べるっていうので、あの白ブラウス汚したくないなと思って、もちろんこれも汚したくないんですけど、その白ブラウスはちょっと汚すと大変そうだなと思ったので、ぴょんだよ。やほほいほい。こんばんは。1時間ぐらいご飯食べて、なんだっけ、行かない旅見て、カラオケ1時間半ぐらいかな、配信したいと思います。今日は多分29日肉の日なので焼肉弁当、ただなんか韓国の焼肉のお弁当なのかな、わかんないけど、チヂミとかヤンニョムチキンとかキムチとか入っててそう、気持ち辛い、今ツイッターを作っています。ちょい辛、あれもある、チャプチェ、キムチは絶対食べれない、チヂミもね、1枚は普通のなんだけど、もう1枚は多分キムチ入りの辛そう。
でも今日の夜ご飯はそうまだ見てなくて、中身肉弁当、焼肉弁当っていうのは知ってたんですよ。だからあるからいいやと思って何も買ってないから、これ食べないとご飯ないので。とりあえず食べます。辛くても食べます。ちょっとずつね、こうやって辛いお弁当食べて慣れていくしかない。アレルギーとかだったらね言えるんだけどね、スタッフさんに。ただの好き嫌いなので、そう言えないよね。まだ辛すぎるって感じじゃないから、ちょっと辛いな、ピリ辛だな、普段だったら食べないなっていう辛さ。キムチは多分辛いと思う。そうだからこういうのでちょっとずつ慣れていこうと思います。大人、やっぱ嫌いなものなんですか、食べれないものもなんですかって聞かれた時に、一つでも少ない方が絶対に好印象だと思うんですよ。辛い。ゆうぴょんさん、ハートありがとうございます。今日一日ありがとう。こちらこそありがとう。一日本当に丸一日全部ありがとう。バジュンさん、ハートありがとう。夜勤頑張って。
いやレンジありがとう、可愛かったって言ってくれて、全部の部で買いました。前髪ひどい、まあ、いっか。もちろん無理して食べてるわけじゃなくて、辛いものとかもそのまあもちろん好きって言えるぐらいまで食べれるようになったら一番いいんだけど、例えばまあお話し会のお弁当はこう優しくて、アレルギーとか食べれないものとかあったら別のお弁当用意してくださるんですよ。でもそれが、まあ、AKB の方で用意してるお弁当だからいいけど、例えばそれがさもう先方さんなんて言うんですか、案件で別のお仕事の時に AKB が用意するものじゃなくてその先方さんが用意してくださるものとかだったら変えられないじゃないですか。まあ、大体その嫌いなもの苦手なものなんですかって聞いていただけることもあるんですけど、そうでもそんなのごくまれで普通に用意されてるってことだってあるので、そう用意していただいてるだけ本当にありがたいことなので文句は言えないじゃないですか、うん、だからもの、この食材が食べれないっていうよりは味付けが食べれないみたいな感じ、辛いものとか苦いものとか、うん、そう。だから白菜食べれるけどキムチにしたら食べれないみたいな、そういう感じなのよ。ピーマンとかも食べれるし、人参も食べれる。子供が苦手そうな野菜とか全部食べれる。普通に食べて生きてきた。子供の時から全然食べれた。けどどうしても辛いものだけが本当にダメでした。パクチーは食べようと思ったことがないです。多分ベトナム行った時食べたのかな、覚えてない、でも今一番食べれるようになりたいものはお寿司、わさびですね、うん、サビ抜きでって言わなきゃいけないのとかもあるし、あともうお寿司ってさそのまま出てきちゃったらわさびって取ることって本当にできないじゃん、うん、だから食べれるようになりたいけど苦手。もちろん後付け自分でつけてくださいタイプのわさびもあるんですけど、それこそ寿司握らせていただけてるいただいた
人間としてはわさびもめちゃめちゃこだわってるっていうのを聞いたので、こんばんは。マー君さんハート、哲也さんハートありがとうございます。ゆったんさんハートありがとう。お腹いっぱい、あとであと食べよう。もう残り3分の1ぐらい、あとで食べます。ということで、行かない旅見ようかな。iPad、 あーね、聞いてください。なんか iPad のために使ってたイヤホンがなんか右耳が聞こえなくなっちゃって、そうなんか今日本当にさっきまで使えてたのにみたいな感じで、なんか突然右耳だけ聞こえなくなったのよ。そう、悲しい現実。入らないの、光らない。そうなんだよね。なんでなんだろう。ほんまに突然。でもここに入れたら赤く光るのよ。でも出したら光ってくれなくて。
やっぱこっちだけダメだ。右と左逆にして入れてみたんだけど、まあ、とりあえず行かないたび見ます。右だけ生きてるわ、左だけ生きてる、右死んじゃる。落としたりしてない、マジで。今日突然ティーバー、おかしいよね。耳鼻科行ってほしい。うちの耳の問題ではないよ、大丈夫。あの他のイヤホンはちゃんと流れてくるから、うちの耳の問題ではない。やめて勝手に耳悪くさせんの。やってみっちゃじゃない、なんだっけ、やってみっちゃももう終わるのね。いつまで？やってみっちゃ7月2日火曜日放送終了。 TVer キャンプ飯よろしく見てね。ということで行かない旅30分から見ていきます。なんでなんだろう。謎の国ボリビア後編です。よし準備 OK。 30分になったら開始で。30分になっちゃった。それでは始めていきたいと思います。いきます、いっせーので。デスロード行ってみたいって言ってんのやばいよね。すいません。そっか、あれだからか、後編だから急に始まるのか。何も分からずに行かない旅とかないんだ。そうだわ、突然始まる。
本当にだって1個だったからね、もともとは。そう、後編、前編後編に分けるあれじゃなかったから。そう、多分ひろゆこさん的、ひろゆこさん的、リハックマ的には全部使いたかったんじゃない、あれを。最初の10分弱ぐらいの、やつを多分全部使いたかったんだと思います。そしたら、そう、30分分の10分、これだったらもうボリビア20分しかできないでしょ。そう、だからダメダメ。すごいキリン、ウユニかわいい。もっと気持ち乗せて楽しそうって言ってよ。もう気持ち乗ってなさそう。これ3収録目だからね、もう疲れと体調とで、もう多分ね、もう眠さとあると思います。全部ほんと申し訳ない。そう、だいぶお疲れモードな橋本。うん、4時間回してますからね。1本だいたい1時間ぐらい回すので、それの面白いところをこうかいつまんでって感じだから、塩でできたホテルってすごいよね。疲れすぎやろ。どれ？新潟と同じ大きさ？東京から熱海。うん。でもあんま分かんない、東京から熱海の距離って。ちょっと北陸新幹線で言ってくんないと。分かんない。あ、マジ。寒気こんな感じなんだ。
めっちゃ綺麗だよね。ここの中心にいたら。東京高崎、ああなるほど。行ってみたいなって言ってたんだ。人置いてこずに自分で行ってよ。うん、そうなんだ。でもせっかくさ南米まで行ったなら行きたいとこ行きたいよね。もう一回行こうってはならないでしょ、こんだけ過酷だったら。フラミンゴね。フラミンゴ。フラミンゴ見るのに3週間はやばいな。すぐそこにいるのに日本の。こんなに広大な土地がさ広がってんのに本当に何もないんだね。すごいな。道の駅のなんもない場おもろい。駐車場だけみたいな感じ。家しかない。いや、なんもない町の方がいいみたいなとこない？人多いの苦手だし。トゥピサ、タリハ、トゥピサ。
全部映えるかどうか。トゥピサ、トゥピサめっちゃ綺麗。やめてください。すぐ食べたって言わないで。11? ?12 かな。いいんですよ、普通の公園でも。本当にそう、ありがとうございます。たくさんフォロー、すごいよね。お昼だもん。もうなんか「え、友達?」みたいな。疲れまくってんな、こうやって見ると自分のこの覇気のない感じが。すごい酔っ払い。マジかわいそう。それはそう、来ないならもう次のとこ行った方がいい。疲れてる。この時の私、ご飯なし。やだよ。コンビニでいいですよ。
てかコンビニは高いっすよ、むしろスーパーでいいっす、サイゼリアでいいです。15曲ぐらいですよね、違う、そんなにない、10曲ぐらい、12、3曲ぐらい。ご飯は食べたい。よさそう。カレー？私そんなご飯なしの言い方ダメだった？ダメだったっていうかダメな女だった？やだな。素敵な彼女になりたいです将来、誰かの将来ね、いつかちゃんと。ちゃんとした女になりたいです。まあ、でもご飯は食べたいよね。おしまい。タリハ。ピアモンテスどこ？あった、ここだ。ありました。だってご飯 SNS 映えスポット温泉って言ってんだから、ご飯は絶対いるよね、そうだよ。楽しそう。けたけたけた。すごいな。デスロードって呼ばれそうですよね、そりゃ。
降りれるとこ全然降りれない。おー綺麗。もうそっか、 Google マップさんが行かないと、そっか見れないよねそりゃ。悲しいことに。どうしようかな、見れないんだよな。でもな、バーベキューは好きです。すごいところに本当に降ろされたんだよねこの方々って。違う違う、どこだろう私が言ってたの。パラオだ、すいませんパラオでした。パラオです、パラ違いでした、すいません。ちょっと YouTube が公開された時にパラオでしたって言おう。すいませんパラオでしたツイートしよう。星さんハートありがとう。やばいよね。ほんまにガチ。すごいよね。死を覚悟していくみたいな場所。落ちとるやんもうタイヤ。正解。
です。いや誰も行かないよ。みんな行かないでいいよ、ボリビアは。デスロードはやめて、死なないで。死なないでね、みんな。行かない、無理だよ、行けないよ。生きて帰ってきてください、やばい。急に日本語、奥岡山。まあなんで岡山なのかも次のやつを見ていただけたら分かりますので、はい、あの理由もちゃんと述べておられますので、美まさか奥岡山、美まさかです。ぜひぜひぜひお楽しみにっていう感じですね。ということで、すごい、ちょうど30分から始めたからちょうど8時だ今。ということで、無事ありがとうございました。行かない旅ボリビア編これにて完結でございますが、本当に行かない旅だからこそ見れる風景とか絶景を見れたなと思って、多分あそこあれを行く旅にしちゃうと本当にあの東出さんみたいにね本当にやめとけってなると思うので、皆さんも南米大陸旅したいなって思った方は一旦 Google マップで旅していただいて、はい、一旦 Google マップで旅していただいて、まあそっから先行くか行かないか考えていただければなと思います。ということでボリビア後編でした。ありがとうございました。それでは30分くらいカラオケ配信をしたいと思います。ちょっとだけね、ちゃんと充電しながら配信してたから充電はあるよ。でもちょっとチーズ持ってくんのそっからめんどくさいからチーズ今日なしね、ごめん。チーズあそこにいんのめんどくさい、取ってくんの。なんかふと歌いたくなった歌を今から歌います。30分、20分、30分、20分ぐらい。チーズ、ごめん。え、ないかも。待って、嘘でしょ。歌いたいと思ったのに。ない説。あった。ありました。
平線から夜明けがこぼれ始める、空気が変わって大地は目を覚ます、どこかで鳥はさえずり、緑は風に揺れたって、近づいた今日が心のドアを叩く、喜びも悲しみも消え去って、新しい一日が始まるよ、どんな過去も忘れて、リボンリボンリボン、日が変われば誰も生まれ変わる、諦めかけた夢また初めから、もう一度取り戻そう、星も出ない真っ暗だった夜、一ページめくったら青い空が広がる、 Today 何も何も書かれてない、今この時胸が躍る、未来は自由が溢れてる、生まれ変われ一番大事にしてる季節の服に着替えて、その髪あげたら鏡を見てごらん、初めて出会ったような自分がそこにいて微笑む、何かいいことがありそうな気がするよ、ポジティブもネガティブも紙一重、感情はいつだって裏表、自分次第でスタート、リボンリボンリボン、目を閉じれば次に開けた時に見えるものはきっと、さっきまでとはそう全然違うだろう、もしも君に思い出したくない、涙の夜があっても怯えなくていいんだ、 Clear sky 記憶なんてどれもこれもそうあやふや、捨てればいい、これから広がる世界だけ塗り替えよう、日が変われば誰も生まれ変わる、諦めかけた夢また初めから、もう一度取り戻そう、星も出ない真っ暗だった夜、一ページめくったら青い空が広がる、 Today 何も何も書かれてない、この時胸が躍る、未来は自由が溢れてる、生まれ変われ マジでいい曲、なんか急に歌いたくなった。てつやさん、オーテックさん、長月さん、コロパックルさん、本当ありがとう。ディスクさん、イバジュンさん、サイリウムありがとう。赤シャチさん、てつやさん、音符ありがとう。リュウタロウロンマンさん、なんか音符ありがとう。鉄道のエイトさん、長月さん、ミラーボール、赤シャチさん、ミラーボール、サプライズレバーさん、ミラーボールありがとう。ヨッシーさん、ケイユマサキさん、ハートありがとう。鉄也さん、トラックエローさん、音符ありがとう。長月さん、音符、 A ダッシュさん、拍手ありがとうございます。いい曲ですね、本当に。なんか歌いたいのあるかな、今私が、こうやって今パーって見て、あ、これ歌いたいって思ったやつを歌っていきます。うわ、これ歌えるかな、ちょっともう覚えてないかも、もう覚えてないの、早すぎ
ません、髪の毛が。祈りはどんな未来も幸せに変える、途方に暮れた時にはそうつぶやくんだ。悲しいことはもうそれ以上悪くはならない、笑顔は信じる力だ。抽選、武道館で抽選の企画があった時に私が引き当てた4人曲、マジであの時絶対に16人に弾くと思いました。生きていればいろいろあるよ、雨だって降るさ、雲を見上げ嘆くことより、青空思い出そう、できることなたかが知れているけど、イメージするんだ。待って、わかんない、自分の歌あり以外わかんない。願い叶える簡単な魔法を、全てを諦めないで、僕はポジティブに、こうなればいい、こうなりたいと心が叫ぶよ、思いの強さが通じる。2番歌えるかな。自分の歌割りとずんちゃんの歌割りしか、やっぱめっちゃ聴いてたのがそことそこだった。夕日を見てどう考える、美しい空に今日の終わり、明日の始まり、今とは途中経過、そんな難しくないよ、試練乗り越えること、時は流れていると肌で感じよう、祈りはどんな未来も幸せに変える、途方に暮れた時にはそうつぶやくんだ、悲しいことはもうそれ以上悪くはならない、笑顔は信じる力だ、もっと良くなる、もっと良くなる、もっと良くなる、胸の中間違えた、呪文唱えてごらん、間違えちゃった。笑ってるけど間違えちゃダメ。祈りはどんな未来も幸せに変える、そんなにネガティブでいちゃ楽しくないだろう、祈りは願い叶える簡単な魔法を、全てを諦めないで、僕はポジティブに、こうなればいい、こうなりたいと心が叫ぶよ、思いの強さが通じる、次は良くなる、次は良くなる、次は良くなる、祈っていればきっといいことあるさ。声裏返った。ずっと祈っていいよ、いい曲だ。
オリビエさん、ディスクさん、オーテックさん、長月さん、音符、ヨッシーさん、サイリウム、トモラコちゃん、音符、コロポックルさん、音符、マジカのブーナちゃん、ハート、大政さん、ミラーボール、哲也さん、ミラーボール、コロポックルさん、ヨッシーさん、サイリウム、サプライズレバーさん、哲也さん、ミラーボール、リバーさん、ハート、マジ音符、トモラコちゃん、長月さん、音符、トラックエローさん、高野さん、音符、アラダさん、ハート、コロポックルさん、ヨッシーさん、サイルーム、ありがとうございます。ヒロさん、ともゆきさん、ハート、ありがとう。いやいい曲ですね、本当に。もう今日は私が歌いたい曲メドレーにしちゃいます。なんかもう一個ね、急に今歌いたくなった歌があった。あるかな。あった。今の歌を歌ってた時にちょっとふと歌いたくなった歌を歌います。てか歌詞にもあって、ちょっとなんかバラードチック系のなんか可愛いちょっと歌、ダンス系の歌めっちゃ歌ってる今。これは熊本ツアーで歌わせていただいたのかな、確か。まだ工事中のビルの屋上で、背の高いクレーンだけがシルエットになる。夜明けは静かにそっと近づいて、新しい希望と勇気をくれるんだ。ざわざわした不安のせいで眠れなかった。カーテンの外の世界リスタートするよ。だから人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日やればいい。そう、さっきの歌詞に途中経過って歌詞があったからちょっと歌いたくなりました。え、てか待って、後で喋る。窓に反射して存在を押し語りかけてる。誰かがいつでもちゃんと見守って、これからの夢とか愛とかくれるんだ。期待されるプレッシャーで失敗しても、可憐だ雨降るだけで全て変わる。だから人生は長いんだ、マラソンみたいなもの。過去はその時の途中経過、手遅れたタイムならこの先で巻き返そう。いいタイム出せてもいい気になるなよ、明日は明日。すいません、今ミラーボールくれてる赤シャチさん、もう2人ぐらい、大政さん、長月さん、サプライズレバーさん、なんか歌ってほしいのあったら言ってくよ。最後までわからない未来の展開、順位は運次第、周りと比べるな。まだまだ先は長い、やり直せるさ走り続けろ。
人生は何度でもゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと後悔をしているなら、過去なんて忘れて自分に言うんだ、今日をやればいい。いい曲、今言ったエアボール投げてくれた方の中から2曲だけ採用します。早いもん勝ち。今言った方の中で歌ってほしい曲ある方、ぜひ早いもん勝ちです。シュートサインごめんね、好きになっちゃって、はい締め切り締め切り。シュートサインってなかなかリクエストされないんだけど、おもろすぎるやろ急に。ごめんね好きになっちゃってあるっけ。でもあれ大変なんだよね、歌うの一人で。たった一度の人生で何度本気になれるのだろう。傷つけられても後には引けないこの恋。ごめんね多分あるけどな、大変なんだよね。今まで会った誰かとは運命に流されたけど、この感情は絶対おす、まあ、なんだっけ切れない。周りの人が求めてる筋書きなんか無視して、本当の気持ちを正面からぶつける。心折れる結末が待っていても、頬に落ちる涙だって美しい。エピローゲシリアス、夢がいつかは終わるのなら砕け散ったって構わない。ためらわず何も失いで、自分自身を偽るよりいっそこの場で答え出そう。真実は一つ、愛かそれとも幻か。シュートサイン、ちょっとせっかくねあれだけど、まあいいや。関係のまま愛は奪えるものだと信じ続けた。あ、でもやっぱ歌おう、せっかくだけど3曲来てたから。そう、あの後に大人列車って来てたので、せっかく投げてくださったので3曲とも歌います。続いてワンハイ、あの1番ずつ。ごめんね気を好きになっちゃって、ずいずいずい迷惑だったよね、ベイビーベイビー気を使わないで、ずいずいずい悪いのは僕だ。くれよ、彼がいるからのあなたと付き合えないって、そんな大
誰かがもしも君にいなくたって僕にそうってはそう諦めがつくってことさ今考えてみれば成功率が低すぎる学校で人気者の君と僕じゃバランスごめんね気を好きになっちゃってグイグイグイ恥ずかしくなるよベイビーベイビー二度ほど知らずなグイグイグイ夢を見たあ君を好きになっちゃってグイグイグイでも楽しかったベイビーベイビー最後に言わせてグイグイグイ泣きたいくらい好きだこれ別にさ私12時までじゃないからさ今普通にやってもいいんだ君ちょっと普通に歌います3曲ともごめん友達よりもそうさりげなく距離を置いたでも君はいつだって優しくしてくれたよね微笑みに傷つくなんて僕が思い込んだせいさ今でも僕の愛は変わらないグイグイグイあの日からずっとベイビーベイビー出会えただけでもずいずいずい幸せだああ僕の愛は変わらないずいずいずい叶わなくたってベイビーベイビーもう一度言わせてずいずいずい大好きだった君が今日はこの後早くお風呂に入って早く寝たいだけなんで別に、うん、だからこの早い時間に配信してそう早く終わろうとしてるだけなので全然大丈夫でしたすいませんシュートサインワンハーフにしちゃった君を好きになっちゃってドゥイドゥイドゥイ悔いなんかないよベイビーベイビー遠くで見ていたドゥイドゥイドゥイ恋の日々あ君を好きになっちゃってずいずいずいずっと永遠にベイビーベイビー思い出すだろうずいずいずい泣きたいくらい好きだありがとうじゃあラストソングかな。これ歌ってランキング読んで終わりにしたいと思います。これドポンライブでやってマジで難かった曲。シャチさん、トリーさん、本当ありがとう。動き出した車輪君が乗っているのに駅のホームで数秒後僕は間に合わなかった遠い街へ向かう噂聞いていたけどまさかこんなに急だと思わなかったさよならを言えば自分の気持ちちゃんと整理できたのだろうか大人列車僕はまた乗れぬまま見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられるこんなに悲しい別れと深いぜ壺の淵で光を探
君は振り向いたのかな。ここに残した未来が後ろ髪引く。約束をすれば時間通りに僕は見送りに来ただろうか。大人列車僕は間違えました。知らぬ世界へ僕はいつものように夢を見て願うよ。誰もいないこの場所のいつか旅立つ日が来ると、今しかできないこと、もどかしいだけの青春。全力で間違えた、ごめん。いいよ、ありがとう。恋はいつも中途半端に終わり、孤独を知るよ。若さとは不器用でやり残すもの。大人列車僕はまた乗れぬまま、見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられる。こんなに悲しい別れと深いぜ。壺の縁で光を探すように、悲しみ克服してゆく。さっきシュートサイン中途半端になっちゃったんで、シュートサインを流しながらランキングを読んでいきたいと思います。すいません、ごめんなさい。せっかくね、一人だけ中途半端になっちゃったから流しながらランキングを読みますということで、聞きながら聞いてください。それではランキングいきます。1位サプライズレバー、あとピョンズさん、ありがとうございます。あのシュートサイン聞きながらランキング聞いててね。2位赤シャチさん、ありがとうございます。3位長月、最高の1日をありがとう。こちらこそありがとうございました。4位決断ナイト、あとピョンズ7月4日当選、あ、もう当落出たんだ。明日みんなにお話し会で聞こう。5位てつやとはるぴょん、大大大好き、ありがとう。6位トラックヤロアとゴリさん、ありがとうございます。7位トシさん、ありがとうございます。8位コロポックルさん、ありがとうございます。9位ヨシアとはるぴょんさん、ありがとうございます。10位イバジュンアと夜勤中お話し会、明日もよろしくね、よろしく。11位大政015さん、ありがとうございます。12位ともゆきさん、ありがとうございます。13位マークオンさん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また明日も朝早く頑張って起きてメイクして、昼帯ぐらいにちょっと配信できそうな、まあ寝るかもしれないけどやって、夜ちょっとわかんない、あさってが早いのよ朝、そうだからちょっとわからないですけど、そんな感じでよろしくお願いします。そして行かない旅がなんと私が見終わった瞬間に YouTube で公開されましてはい、ボリビア編後編ぜひ YouTube でもう一回見てくださいよろしくお願いします。明後日早いのよ、今日とかより早い、頑張ります。せっかくだからね、シュートサイン2番歌って終わります。聞き分けいい、あの頃ならあやふやな関係のまま、愛は奪えるものだと信じ続けた。第三者は展開を勝手に予想するけど、
愛する力は本人たちにしかわからない、これが辛い、別れでも逃げはしない、たとえ背中孤独だって、愛とはプライド、 Never give up、 夢はいつかは叶うのなら、今はバラバラのかけらでいい、悲しみに沈みじっとまぶたを閉じよう、言い訳なんかしたくないよ、次のチャンスを待てばいいんだ、祈りとは未来勝つか、それとも負けるのか、シュートサイン。ポロポックルさん音符、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、マー君さん、てつやさん音符ありがとうございます。ありがとう。夢がまた撮った、夢がいつかは終わるのなら、砕け散ったって構わない、ためらわず行くよ、誰も手加減しないで、自分自身を偽るより、いっそこの場で答え出そう、真実は一つ、それとも幻、間違えた、幻か、シュートサイン。ありがとうございました。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハルーン。ありがとうございます。今日も自慢のラビットをジャンプで9105盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。富山県出身ハルピョンこと橋本春奈でした。それではまた明日、ありがとう。すごい、めっちゃぴったり。またねー、ありがとう。